番号をね、みんなの番号を言いたいんですけど、A と B とかって存在してます？じゃあ、かぶ、あのね、じゃんけんしていただいてましてね、どうしようかな、今日。じゃあ、A のね、5。教えてください。すごい。すごいじゃん。くるくるそうめん知ってる？知ってる。嘘。ちょっと待って、ないから。ちょっと思い出しながら、なんとか仕上げられたらいいなって感じ。そばうどんより細いけど、影が薄いわけじゃないの。そば、うどん、そうです。なんだっけ、二回し目は。みんな知ってるの、本当に。ちょっと待って、待って。歌詞ですか？歌詞じゃなくて曲が入ってる。じゃ、ちょっと一回聞くね。そんなに時間を取らせません。うどんより細いけど、影が薄いわけじゃないの。そばうどんには桃色や緑の麺ないんじゃない。夏だけだからあって、夏だけだからあって、笑わないでほしい。くるくるそうめん、くるくる、今年はそうめん、くるくる、さくらんぼはちょうどもりです。くるくるそうめん、くるくる、私もあなたも私もそうめん、みかんを入れるのもう切ない、記憶刻まれたよね。あ、すごいすごいすごい。でも頑張って作ってたんだなって思った。週に1曲作ってたからね。じゃあね、もう一人行かせていただきますね。じゃあ B のね、ちょっと待って、今日11だから B の11番。おお、ありがとうございます。ちょっと待っててね。同じこと今からやります。じゃあ空の答え歌わせていただきます。
昨日よりもきっと一歩進んだよ。見えなくても本当だよ。慌ただしい日々、甘え上手な君に巻き込まれてくばかりで、なんかとても複雑ね。それは恋心のせいです。大好きなんです。弾けた答えが空から降りてくるの。強い風吹いたって届かないけれど、君が描く道へついて行きたい。ありがとうございます。すごい組み合わせだったね。クリックルそうめんとソラの答えで。